はい、続きまして、私、立合見立て建設の亀山と申します。よろしくお願いします。組み込みリラックスにおける、軌道構造化について、少しお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。組み込みリラックスにおける、軌道構造ということで、私どもの会社の方で、組み込みリラックスを使って、適度にも監視していただきとしてほしいというような依頼がありまして、この開発の方に着手しました。ハーフイナステックは、コーテクス A9 の、800メガぐらい、シングルのシステムでした。ラム大体500メガぐらいの、なんかジャンプスングル空間としては持っているような装置。で、要件としましては、機能ごとにいろいろあるんですが、起動時間はだいたい枝出しといったら、その装置が使えるようになるという段階ですね。まで、だいたい5秒ぐらい。で、ラジオが、ラジオ、これ、ちょっとここに書いてないんですけど、車載機なんですが、ラジオなどの音の音が出るのがだいたい3秒ぐらい。で、あとそれとは別に、電源が落ちたらすぐに、数ミリで電源を切ってほしいというような要件がありました。で、開発当初、まだ全然アプリが載ってない状態だったんですけど、アプリ起動までのところまで行くまで大体13秒ぐらいかかるような状態でした。あとは、機能ごとに、各機能が、段階的に提供されるということだったので、その度に、チューニングが必要になってくるなというところが分かっていました。で、そこで各モジュールに、特化して、それぞれを、改善していくのではなくて、個々のアプリなどの起動性能に影響されないような、仕組み、起動コストの仕組みができないだろうかというところで、デビキタ社が提供している起動コストソリューションであるクイックブートというものを、使って、高速化を、図りました。で、ちょっとここでクイックブートについて少し説明させていただきますが、クイックブート、ハイバレーションです、簡単に言いますと。で、ハイバレーションを使うと、ご存知のように、スナップショット最終の状態に復帰するので、通常の起動処理、初期化処理ですね、割と時間がかかって初期化処理を、通ることがないというのと、それで各モジュールの、初期化処理が依存されないような、ことができるだろうというようなことで、こいつを使うことにしています。で、クイックブートを使った場合の、起動の、シーケンスですね。簡単に書きますけど、左側が、コールドブートします。ブートローダー起動し、カーネル、初期化処理が動いてアプリが起動と。で、ここで終了前処理を少し動かしまして、サスペンドをさせて、この状態でスナップショットイメージを再生いたします。で、次回起動からはこのスナップショットイメージを毎回使うようになりまして、要はスナップショットブートと言われるような方式になりますね。で、次回以降は、U ブートから、直接イメージがロードされて、レジューム処理、起動の後の起動後処理というのが少し入りまして、アプリの、初期化が動いて、画面の音が上げていくというような流れになります。で、効果の方なんですが、アプリ起動までの時間、当初13秒と言っていたのが、4.5 秒、ここからここまでですね。大体 4.5 秒ぐらい。ただ、アプリから絵が出るまで、ここに11秒かかっていましたよ、というような、一番初めの状態はこんな感じです。で、さらなる改善が必要ですね、という話で、進めていきました。で、施策としては、スナップショットイメージを、どういうふうに、取っていきましょうか。ハイバネーションをどういうふうにやっていくのっていうところが一つ。あとドライバーに対しての、施策と、プライオリティと、あと、ファイルアウトについて、施策を取っていきました。以下、これについてちょっと一つずつ説明していきたいと思います。各モジュール、まず一番最初、スナップショットイメージですね。で、スナップショットイメージ、うまく使うと、ロード、イメージのロードのところと、アプリの初期化のここの部分ですね。ここの部分を、早くするというか、ここの部分に影響が出ますよという話です。で、各モジュールの処理に影響されない高速の仕組みを実現するためには、できるだけ、起動した状態に近い状態のスナップショットを再出力することが、望ましいです。どうするかって言いますと、今の課題としてはスナップショットブート後に、つまりここですね、動作するアプリの処理が長かったので、
こいつをこっちに、牛って持ってってやるというようなことをしています。ただ、もちろんここでしか絶対できない処理というのももちろんありますので、そこに関しては消化処理を、一通り見直しをかけまして、スナップショット前に移動できるものは、極力精査するということをやりました。ただこうしますと、ここの部分で動くものが多くなりますので、スナップショットイメージの大きさがでかくなっちゃいますよ。で実際大体100メガぐらいに最終的にはなっています。でこれだと、スナップショットのサイズがでかくなるとどんなことが起きるでしょうかという話ですね。で、まあ、まず領域が不足するという話があります。あとは、今回、この装置、スナップショット領域を、SD の吹き圧ではなくてメモリ上に、DDR メモリ上に、置いた、バーチャルバックアップ領域というのを使って、バックアップ領域というのを使っています。なので、まあ、高速なんですけど、割と高価だと。で、メモリ上ですので、あんまり 大量に届くことはできないということで、まあ、領域不足という話があります。次に、あと、メモリ上に置いてありますので、メモリ爆が発生します、する可能性があります。なので、整合性確認ですね、まあ、CRC チェックとか、そこの、ことをやっています。その時間がちょっと労働して、増大していますよ。あとは、まあ、単純にサイズが増えるので労働の時間が増えちゃいますというところですね。まず試作でこれに対して施策どう取っていったかというと、まあまあ普通によく考えられるんです。まあ、ディメンスを圧縮しましょうという話ですね。でいくつか、まあ、後半は出たんですけど、今現状使っているのは Z4 とかですかね。これがまあ圧縮率、Z-RIB とかに比べると圧縮率は良くないんですが、伸長性能がまあいいという形ですね。あとは、ここですね。パネルのメモリ、あればあるだけ使ってしまいますので、ここの処理で、例えば、でっかいファイル、データベースに送るようなでっかいファイルのコピーが走ると、それが全部、ページキャッシュに載ってしまって、スナップショットサイズがでかくなってしまいますというような話があります。なので、ページキャッシュ、開放してやることなどによって、スナップショットのサイズを、減らすということをやっています。ただ、この減らし方ですね、減らすことをやってしまうと、まあ、部分的に減らすことが、現在の関連ちょっとできませんので、とりあえず全部がバシッと開放してしまいますが、そうしてしまうと、スナップショット起動後ですね、ここでここら辺でバーってやった後にここでバシッと全部キャッシュをクリアしてしまいますと、起動してきた後ここキャッシュがない状態で立ち上がりますので、ここが必然的に遅くなってしまうと、ここら辺のバランスを取るのがなかなか大変ですというところです。で、以上が、スナップショットイメージに関しての施策です。まあ、次は、デバイスドライバーに対しての施策ですね。これやるとこのレジュの時間がまあ早くなったりとかします。ハイバネーションを取る、やる場合って、デバイスドライバーにサスペンドレジウム、ハイバネーション用の、サスペンドレジウム対応が必要なんですが、これは、サスペンドレジウム対応が可能なドライバーの時の話ですね。まあ、サスペンドレジウム対応を行うことに起動後処理にて、インソモットするよりは高速です。サスペンドレジム対応を取れなかったものをどうするかと言いますと、この起動後処理のところでドライバーを初めからロードしてあげることが必要になってきます。でロードするよりは、サスペンドレジム対応を取ってレジム処理させた方が、まあ、大抵の、ドライバーは早いですので、そういうことをできるだけ多くのドライバーをサスペンドレジム対応する必要がありますよという話。あとは、まあ、配列化の話です。これ CPU1 個しかないんですが、サスペンドレジムを並列動作させること、まあ例えば SD ドライバーの、ステの細いタベースなどはレジム時間にかかるので、こういうところは非常に実施するような形の、施策をとっています。次が、ちょっと話していたサスペンドレジム対応できないのドライバーで、これ例えばどんなものがありますかというと、BSP などに含まれているバイナリー提供のドライバーがほとんどですね。なんか勝手にじることができないので発令したいことは取れないと。あとは、まあ、複雑なドライバーですね、何層にも分かれていて、サスペンドレジム対応を取るんでだったら、まあ、ちょっと遅くなっちゃっても後でロードした方が早いんだと、まあ、早いねというか、コースがかからないですよね、安上がりですよねというようなタイプのものですね。で、結局その場合はこの、起動後処理のところで、まあ、頭をロードして頭っこやらないといけないんですけど、ドライバー自体のロード時間にも多少時間がかかりますので、先に
なんかちょっといじれるものに関しては、ブログのところは何もしないブログの処理を作ってあげて、GVG に通常の、直下処理を走らせてやるような、とりあえず先にロードだけはしておきましょうというアプローチがしてですね。あとは、デバイス ID、検索に行ったりとかすると、時間がかかったりとかしますので、あとデバイスモードを作るところに時間がかかったりとかしますので、こういうところは、もう固定に、割り切って固定にしてしまって、全部サスペンド前にやっておきましょうということをやると、ここの時間が多少早くなります。で、あとは、ここから先ちょっとアプリに対するところですね。まずタスクプライオリティと、交流センターで動作するタスク、まあ、今回の装置がそうだったんですけど、多くて、起動に必要、枝出しとか音出しに必要な部分があまりなかなか早く動けなかったというようなことがあります。で、まあ、こういうのは、JTAG とかプロファイル、パーフツールとか、Ftrace などプロファイル機能を使えば、まあ、分かったりとかはします。で、単位時間の、プロセス、もしくはスレッドの CPU 率を、まあ、グラフ化することによって、見えてきたりとかするんですが、今回のこの、開発のように、ほとんど CPU100% でぐるんぐるん回っているような装置ですと、カーネルとかにもともと入っているソフト上の、ツールとかを使うと、それによって、性能の見え方がちょっと変わってしまうということから、主に、JTAG など、を使った解析の方が、現実的だって、まあ、結局そっちを最終的には使ってしまうというようなちょっと傾向がありました。まあ、これは怖い話なんですが。で、まあ、一般的な話ですが、タスク優先度の調整ですね。各タスクのプライオリティを調査して、非常に必要なタスクの優先度を、まあ、動的に上げたりとかしますよという話。あとは、パネルのタスクスケジューラーの設定を調査して、起動時間が最も早いような、早くなるような、設定の方をちょっと探して、次が、ファイル IO の話ですね。まあ、ファイル IO の負荷の集中です。これも、アプリの初版のところの話がメインですね。高速起動後、プロセスが一斉に、ここに来たら、プロセスが結構いっぱいあるんですけど、それが一斉にバーッと動作しますので、プログラムロードによるファイルの IO の、集中が発生したりとか、あとは、まあ、各プロセスが初期化時に、画面のデータとか、データ、DB の参照などで、ファイル読み込みが多発することによって、ここら辺がなかなかうまいことを、動いてくれないという話です。ここに関しては、SAR とかを取って、調べています。まあ、簡単に言いますと、これ SAR で、ここ赤い部分が IO ウェイトですが、まあ、IO ウェイトがあると。まあ、CPU がここら辺空いてるんだけど、IO が発生してますよ。で、ディスクの方の、同じ SAR でディスクの方を見ますと、まあ、ユーティリとかって、そのデバイスの街がどれぐらい発生しているかというのは分かったりするんですけど、ここら辺の値が、ユーティリの値が 100% 近くなっているとかっていうところで、まあ、これは IO 負荷だねというところが分かるという話です。で、これも、負荷の集中に関しては、対策としては、起動時に必要最低限のプロセスのみを動作させる。まあ、さっきのプライオリティの話を少し言ってます、ね。で、ページフォルトによるプログラムロードをよく低減させると。あとは、プロセスがアクセスするファイルの読み出しのタイミングをちょっといじってやると。本当にそのタイミングで必要なんですかと言って、その、いっぺんに初めのうちにやるんじゃなくて、その、データが必要な時だけ、アクセスしてくださいよというところをアプリさんにお願いするという形です。で、二つ目、ファイルアウト二つ目ですね。ファイルアウト自体はちょっと遅いという。組み込み系の、ストレージだと、そんなに高速なストレージを作ることはちょっとあんまないのかなというところですね。で、ここに関しては、事前にファイルをキャッシュ、まあ、先ほどスナップショット領域を、メモリ上に置いてある、バックアップ領域に置くという話がありますが、同じようなところ領域を用意しまして、そこに、各アプリが使うような、絶対使う起動時に最優先で使うようなものは、そこに、スナビショット最初前ですね、そこに突っ込んでおいて、そこをキャッシュとして使ってくださいねという話です。あとは、まあ、パネルの、IO スケジューラーの選定ですよね。CFQ とかデッドラインとかループとかは、まあ、今回つく、検証しましたが、ここら辺でどれが一番、この、装置として一番適、最適であるかというところの検証と注意。あとは、まあ、CFQ の時だけ使いますが、タスクごとの IO プライオリティのチューニングなどを実際に行いました。
で、効果の方です。まあ、先ほどここ 4.5 秒で、ここ11秒、19秒だったかな、だったんですけど、アプリに処理を渡すまで大体2秒切ることができました。で、アプリの方も、まあ、大体3秒強ぐらいで、枝足5秒で、お出し4秒強という形になっています。まあ、ちょっと、3秒、5秒3秒だったっていうところで、最終的に目標達成までに行ってはいないんですけど、まあ、小籔さんの方からは、割と高評価をいただいていました。まあ、ちょっとここら辺のグラフは余談ですが、起動時間の推移ですね。開発中の起動時間の推移ですね。初め15秒ぐらい、12、3秒、15秒ぐらいだったんですけど、開始するとバーッと速くなって、で、なんか起動が入ったとコーンと遅くなり、で、また改善すると、速くなっての繰り返しでしたよというようなお話です。はい。そうですね。私の発表は以上ですが。いつも悩む話が多いですけど、杉野とお願いします。今日は前に回したりしませんので、どんどん始めちゃってください。大量の事前キャッシュというのを言ってたんですけど、はい、複雑メモリにして、あ、はいはいはい、どういう、そうですね、どうでしょう、複雑メモリというのがデバイスとして持ってて、そうですね、メモリー空間、まあ先ほど500メガぐらいのやつですよというお話をしたんですが、ここ500メガはあくまでもパネル空間だけの話で、他に、まあ、いくつかメモリ持っていまして、そこに、パネル空間とは別のところに、そういう受け特別に割り当てまして、ここら辺の時に、そこに一生懸命キャッシュしておいて、そいつを触るのはここですよという話、そういう話です。分かるでしょうか。どうもありがとうございました。